こんにちは。今回はこれだ。じゃーん。コペンですね。まあ今の現行の形っていうのはまあ売ってないんで、まだね販売してないんで、まあこちら、まあでなぜ今回これを作ろうかというのは、ちなみにこちらね、視聴者さんから誕生日プレゼントでいただいたものになります。まあいつかね作ろうと思ってて、なんかね聞く話によるとトラップがあるみたいなことも聞いたんですよね。なんでまあなかなかそのトラップと立ち向かうのに、まあ、時間がかかったわけなんですけれど、まあ、今回、まあ、なぜこれを作るかというと、じゃん、制作依頼があったんです。で、まあ、2台あるので、まあ、せっかくなんでね同時に作ってしまおうと。で、まあ、1台買ってきたコペンですね。でこちら誕生日プレゼントで、名前出していいのかな、わかんないな、うん、いただいたんでね、早速作っていこうと思います。まあ細かい話はね、まあ作りながらということで、そしてはアングル変えます。はい、ということでですね、早速開封していこうと思います。じゃんと、まあ一応ねある程度中は見たんだけど、まあこの状態ではまあはっきり言ってしまうと何がトラップなのかはさっぱりわかりませんよと。ちょっと2台分あるんでね、2台分まあ両方一気に進めちゃうと時間もばっかかかっていっちゃうんでね、1台ずつ動画では上げていこうかなと思います。で今回まあこの中身の紹介、まあ今更っていう気もするんだけどね、まずこのねアルティメットエディションっていうのと、アルティメットエディション2っていうのと、テンスアニバーサリーっていうのと、アクティブトップと輸出モデル 1,2,3,4,5 パターンね。へー、まあみたいなのが作れますよと。で制作依頼をいただいたやつはアルティメットエディションだったかな確か。うん、ちょっと画像をねいただいてはいるんで、それもまた見ながらみたいな感じでやろうかなと。で途中で分かれるんですよね。どこで分かれるんですか、青島ってこういうのが多くて、ある意味嬉しいよね。うん、まあこういうような形でどの部分を使い作りますよっていうのを一応指示はこういうふうに見えるかな、見えるね、分かれてるんですよね。何はこっち何はこっちみたいな。で多分いろいろ変わってくるのは外装でも、まあグリルの部分とか、あとまあ内装が大きく変わってくるんじゃないのかなと思いながら、うん、ちょっとこのトラップがあるっていうのは聞いてるんで、仮組みをしっかりしてからやった方がいいね。よし、では早速、まあいつものごとくボディには乾燥時間をしっかり持たせてあげたいので、先にボディとなる部分からやっていこうかなと思います。ではで2台作る、自分用には何で作ろうかな、やっぱり BBS のタイヤは履かせたいしね。でやっぱりシートはレカロで的な感じで、ただあまりね知識がね僕はコペンに対してないんでね、レカロシートの時はどっちですよ的なさが分かればいいんだけど、あんまり分かんないんだよね。なんかこうやって見るとシート、うん、いやただこれ塗り分けてあるだけじゃねって思っちゃうんだけど、シートもさ、あれちょっと待って、何これ、え、ああそうだよね、やっぱシート2種類あったのが覚えてる、普通のシートとレカロシート、メットエディション、やっぱまあ大体こっちばっか使うんだ。うん、シートこれはもうそもそもだからレカロって書いてあるんだよね、彫り込みがねされてる。もう一個のシートはうん分かんないな、まあとりあえずでもあれかちゃんとボディからやっていきましょう。
一応オープンのは脱着にしてほしいみたいなことが書いてあったんで、まあその辺もどうやってやっていくか。脱着って言われてもな、なかなか難しいな。まあね、ちょっと自分ではまだこうね、まともにないものを作るっていうことをやったことがないんで、もちろん屋根はあるんだけど、そのないものっていうのは、まあ、マグネットで脱着可能にしておいた方がいいかなみたいなさ感じを考えてます。まあただね、まあいつも同じこと言っちゃうんだけど、鍋さんの作り方っていうのは大変手抜きなインチキ製作なんで、まあただね、見えるところだけは綺麗に、まあ心がけながらね作りまして、でなおかつ見えないところはものすごく手を抜いて作り込んでこうかしらというところでございます。色の指定もやっぱり制作以外で指定があったんで、緑のメタリックのやつがあるよね、あれでやってほしいよと。でシートとかはターンとウッド調みたいな感じ、ウッド調って言ってもまあウッドっぽくしかまあねできないけどね、色的にね、まあそこまで私はできないので、まあでもね、できることは できるようにやっていけたらなと思っております。きっとこの動画も見てくれてるかな、どうかな。いいよね、なんかね、自分が依頼したやつがね制作動画になってると、ね、どういう感じで鍋さんが作ったのかっていうのね、まあちょっと中には文句が出ちゃうところもあるかもしれないけど、屋根ってどこにあるのよ。え、屋根ってあの69って書いてるけどさ、屋根ってもしかしてのクリアパーツで再現されてんだ。うわー、そうなんだ、へーへー。もちろんメタルトップだと、メタルトップだよね、だってメタルトップだもんな。っていうとクリアパーツか、クリアパーツにさ、その塗装して飛び出ししてっていうことはやったことないから若干不安は感じるんだけど、まあ結局磨いてるところっていうのはプラスチックを磨いてるんじゃなくて塗装を磨いてることになるから、まあ変わらないと思うけどな、ちょっと不安を感じるな。で次、バンパパン、はい、バンパパン、え、ちょっと待って、なんか結構これちゃんと色を塗った方がいいな、自分が どっちを作るかっていうのを間違えないためにも。今クリアパーツを使いみたいなこと書いてあったけど、55番いやないし、55番なんかなんかクリアを使います、55番でクリアを使いますってどういうこと。まあやっていくうちに気づくか、まあこれはボディじゃないからいいか。オープンにする場合は接着しません。でこれボディ色を探していくよ、これと64、65、このミラーっていうのは忘れやすいよね、意外と僕忘れちゃうんだよね、仕上げるの、仕上げるっていうかね、準備するの。でボディ、ボディ色、ボディ色、ボディ色、ここは書いてないけどここはボディ色だよね。でこれももちろんボディ色、こうやって見てって、フロント61番もボディ色、そう、こうやってねボディ色だけを探していく。今回できるだけ工程についての自分がなぜこういう風にやるかっていう意味
意味というか、まあ、結構ね質問が多いことをできるだけ答えながらというかねやってった方がいいかなと思うんで、おっとすごいこれだね、ウィング64、67、あーなるほどね、こうなってんだ、これなら大丈夫、切っちゃおう。え、ボディ色、え、これボディ色なの、え、マジで、え、本当に、これはこれは輸出用ってことだ、EXP は輸出モデル、輸出モデルじゃないからな、輸出モデルだったらこっちを使わないといけない、通常はこっちですよと。で、62番、本当にこれボディ色なのか、こんなんなってたっけ、覚えてないな。まあ実際ね、実車だってさ走ってるところを見たぐらいで止まってるやつを見たことあんまりないからな、しかも作る目的だったりするとねしっかりこう見ちゃったりするんだけどさ、作るつもりがねまだ当時はそんなになかったから、まあ今でこそ新型がねだいぶ走ってきちゃったっていうのもあるけどね、いいよね。でもさ新型が出てさ、きっとこいつの車両本体価格もね下がったと思うから、逆に買い時なのかな、実車ね、中古でね、こうセカンドカーとしてだとかいいじゃないかなと思っちゃうな。こんなもんか、ボディ色塗るの。そうだよね、だってこれとこれ屋根こうやってつけるでしょ、あとスポイラーでミラーと、うん、そんなもんか。よし、この時点ではまだね、なんだろう、バージョンによって分けるべきところっていうのはない感じじゃないかな。大丈夫だよね、こう見落としたりするとさ跡が痛いからさ、オープンにするときは使用してください。っていうことは、でもオープンに、そうか、あれはしまわれちゃうからっていうことで、別にこれはいいのか、よし、こんなもんだということで、これを2箱分やらないといけないよと。では一旦ここでカメラを止めさせてもらって、って、あ、じゃない、ちょっとこういうところもちゃんとやっていくか。今こういうね、2段切りするためにゲートの部分を大きく残してやるんだよね、こんな感じで。見えるかしら、見えますね。で、ここをきれいに処理しますよと。まあきれいにって言っても、後でねペーパーでこするから、この程度で全然構わないと思う。だからひどい方すると、今ねこれまあそこそこいい値段のニッパーなんだけど、まあそんなにいいニッパーを使う必要はないよと。お金をかければね、いくらでもいいものを作れるかっていうよりも、どっちかって言ったら僕はね、いいものを、じゃあなんでね、使うのは別にそんなに意味のあるものにはお金かけていきたいなと思うけど、じゃあなんで鍋さんはこのニッパー使ってるのっていうふうになると、このね、ニッパーのいいところっていうのは先端のこの形だよね。安いニッパーとかだと、この刃先っていうのが狭い、広いんだよね。広いからさ、例えばさっきみたいにゲートから切り離す時っていうのが、結構爪が入りづらいっていうかね、カッターの刃の部分、カッターじゃないや、ニッパーの刃の部分が、ここも今ちょっとこう大きく残っちゃったから、こう今カッターでこうやってこすってるけど、なんだろう、カンナが気に近いような、なんかうっすらめくってるけど、あんまり深追いしてえぐっちゃうといけないから、ちょっと残すような状態、あとでペーパーでこう落とせばいいからさ。そうで、これもまあ落としちゃうか。アンダーゲートみたいになってるな。でもこうやって作ってみると思うけど、結構キットが、車両本体の実際のね、車両自体が小さいというのもあるから、キットも小さいね、やっぱり24分の1なんだけどね、他の24分の1に比べるとやっぱり小さいよと。
アンダーゲートをこの処理するのがめんどくさいな。逆にやめてほしいな。処理がしづらい。ここね、ニッパーが入りづらい。変な切り方しちゃうとさ、キット側の方にもなんか変な、なんだろう、プラスチックが持ってかれて、変な切れ方っていうか、なんかえぐり方というか、なんかおかしなことになりそうな気がして。はい、おーい、おーい、おーい。まあ毎度毎度思うけど、制作依頼してね、受け取ってくれた方が今のところは結構ね、いいお礼のメールをね、いただいてるんで、よかったなって思います。なんかね、自分も多少やっぱり、なんだろう、まああっちですよ、フリ、え、メルカリ、メルカリでさ、売ってるやつはまあそうめちゃくちゃいいもんを売ってるわけじゃないもんで、あれなんだけど、出店してるわけじゃないけど、こうやって受注してやったやつは結構、なんだろうな、特に最近作ったキットっていう形になるから、割となんかあるよね、そのさ、やっぱり自分のプライドみたいなのもさ、あったり、うわマジか、あったりして、うわマジか、これトラップ早速見つけちゃったよ。自分のやり方が間違ってんのか。いや違うね、やっぱりこうはこうだもんな。こっち側はどうだ。トラップ発動だぜ、早速。こっち側の表の顔を見てもらうと分かるんだけど、てか、なんか暗いなとか思ったら、ライトさっきの正面の撮影のままにしてた。ちょっと白だから、あーこれなら見えるか。ここ今このね、こう合体させたんだけどさ、こうつけた時にこことここの合いはまあ悪くないんだよね。もちろんこっち側も悪くないね、見た感じだが、しかしこっち側見てよ、いくよ、ドンね、ほらわかる、ここわかる、これね、スポイラーのこの広がり、これ多分樹脂の収縮の問題だろうね。成形した時にもうちょっとこうこっち向きにこう来てないといけないのに、こう開いちゃってるからさね、ほら全然こう合ってないわけよね、はみ出てるのが分かるでしょね、こんな感じで。だからこれを合うように矯正してあげないといけないよと。まあこんなとこにパーティングラインがある。こうしてここをこういう感じでくっつけてあげないといけないよと。だけどその前に一回ペーパーで落とした方が、どうしようかな、悩むな。ここの段地も結構ひどいな。なんか悩むな、これ。ここギュッと入れてやっても、ギュッと入れてやるとここは面がちょうど合うようになるか。でここもギュッとここ矯正してあげないと。まあこっち側の外れはかなりひどいな、ここのね、段ががっつり出ちゃってる。そう、こういうのをこうか、こんな感じで綺麗に固定してあげましょう。さあこれは鍋さんどうやってやるのと。どうやってやろうか。あれくっついちゃった。おいおい、取れた取れた。ここをまずモールドがこういう風に、今これだとなんかね、ドンピシャすぎるんだよね。もう合わせ目消しでもする気かみたいなぐらいの感じになってるから、ここをちょっとこうモールドっぽく見せるために、この辺をペーパーで少しこう押すってね、つけてあげましょう。いということで、どうする？今からこういうのもさ、いつも自分の頭の中でどうやっていう順番で作るのが一番スマートかなみたいな、あんまりこうね、時間をかけずに作れるかなっていうのを考えながらさ、いつもやっちゃいるんだけど、ブチッとな、ブチッとな。よっと。あ、ちなみに、まあ全然どうでもいい話な、あ、どうでもいい話する前に大事な話しよう。
そう、一応ね、自分の中で工程をね、立てながら、どうやってやっていこうかっていうのをいつも考えながら、あんまり同じことを2回もしたくないとかさ、そういうことを考えながらね。わ、これバリひど。わ、バリが笑えないな、これ。バリがすごい。けどどうしよう、天井な、悩むな。天井さ、マジで悩むな、天井。塗りたいんだけど、結局ここの透明パーツがあるからさ、それを傷つけずにというかさ、そういうことを考えながら、マスキングテープは今回ついてるから、それをうまく利用してやるしかないか。まあやってきながら、おいおい進めて、考えながらやっていこう。よし、では早速、この愛の良さを言ってやると良すぎるからな。ということで、もう先にやっちゃおうか。この時点でできれば、この時点でもうちょっとモールドをこうペーパーで少し擦るような感じでモールドになるように、お互いのところを少し削ってあげる。ちょっとやるだけで、モールドが出来上がるからね、はめた時の。ちょっとやるだけで、ちょっと。あ、ちなみにこのペーパー800番ね。800番で。もちろんこっち側もね、すごいな、なんかドンピシャに作りすぎてる気がする。よいしょ、よし。ちょっとこうね、面を少し取ってあげるだけで、奥までギュッと入れた時にね、少しでもいいから、このモールドが出来上がればいいかな。あ、いいね。もうちょっとここ取りたいな。よし、モールドできたかな。あー、できたできた、いいね。前も確認するよと。前もちょっと欲しいか。欲しいけどこいつが邪魔だな。うまくできるでしょうか。ああ、そんな時カッターを使ってこうカンナ書きするような感じでこう少し面を取ってあげるだけでもいいよっていう感じ。
くいところをペーパーで一生懸命頑張ってやるよりもこっちでやった方が正確にできるよと。まあ慣れはね多少、まあ何でもそうだけどさ、慣れは多少必要にはなってくると思うけどが、よし、まあいいでしょう。でこの辺もこいつも、ここは別に良さそうだな。よし、どうでしょう。いいね、いいね、よし、OK、はい、終了。で、次、これゴミだね。ああ、これも取ってなかった。これも頑張ってきれいに取ろうとせずに、後でペーパーで仕上げるために大きく、少しだけね、大きくじゃないな、少しだけ残してあげるような感覚で取ってあげるといいかな。ゲートの部分ね。ゲートって何？要はつなげてる部分ね。ランナーと、ランナーって何？要はランナーがこれね、ゲートがこれね、ここと物がくっついているところのこの間のちょっと細くなった部分がゲートちゃんです。よし、ということで今度は何をするの？今度は固定しやすせいつものティッシュとフリスク、フリスクじゃないけどフリスクとマスキングテープと、ティッシュ、ティッシュ、よし、よっこいしょっと。いやー、なかなか一発目でこんだけどんどん進めるとつらいな。つらいか、何がつらいんだ。あ、時間大丈夫かな。えい、あ、結構取ってた。じゃあやっぱり今日はこの辺にしておこう。ということで、次回完全固定、まあ接着でのね、いつもやってるやり方だけどをアップしていこうと思います。では一旦ここでカメラを止めさせてもらいます。